人は誰も一つは滑らない話を持っており、そしてそれは誰が何度聞いても面白いもので、あーベシャールベシャーればベシャール時、未知と異次元の遭遇、オープンザドア、男たちのベシャリギャラクシー、はじめ社長の家の総合格闘技、はじめ社長の滑らない話。ありがとうございました。似てねー。いきます。たまに怖い話をするんですよね、そこにいる大地くんとかと、うん、怖い話してて、なんか静岡の山奥に山道なんですけど、うん、山道って基本なんかこう一歩だけ道がこうやって、うん、でなんか変なのってあるじゃないですか、たまに、はい、なんか心霊スポットに行ったことあるんですけど、うん、山奥に人通りが少ないのに歩道橋とか、あなんか分けありそうなものって山の中とか人が少ない場所にあるんですけど、なんかその山道にも一本だけめちゃくちゃ太い大木が立ってて、その道の真ん中にね、うん、でわざわざなんかもう木の周りにこうなんかガードレールみたいな、うん、当たっちゃダメですみたいなのもあって、道なのに木が生えてるんですよずっと、うん、でなんかいろいろ僕調べたんですけど、なんかその木を道の邪魔じゃないですか、どう見ても邪魔なんで、なんか切ろうとしたら、うん、なんか何回か試したらしいんですけど、うん、毎回なんか不幸なことが起きたり、うん、切ろうとした人が何かあったりとか、うん、なんか切ろうとするときに事故が起きたりとかいろいろあって、ずっと延期になってて、うん、木が切れなかったみたいな、うん、その結果もその木は切らないでおこうみたいな、うん、ずっと泥の道にあったよっていう話を聞いてて、うん、それを大地くんにした1週間後に木が切られてました。ありがとうございました。すべらんな。ありがとうございました。